夏を食らう。ひゃーっとするんだ、冷たくて。夏料理のうまさを堪能する。幻のかば焼きがあるという噂を聞いた。緑の風、清流の音を聞き、ハモを食らうもよし。夏の料理を演出する料理人の技。涼しさを誘う味覚極楽の数々。猛暑を吹き飛ばす、とっておきの夏を食らう。料理満点、おいしい夏を食べよう。ギラつく夏の日差し。江戸の料理とは、うだるような暑さだからこそ、熱々の土壌鍋で汗を出す。これが江戸の昔から伝わる暑気払い。うちわも役に立たない。それでもこの熱い土壌鍋を食べなければ江戸の夏は始まりません。埼玉産の生きた土壌を泥抜きして臭みを取ります。1分間にざっと10匹もの土壌を割く。うなぎに比べて土壌の先は難しく、手慣れていないと腹骨が残ってしまうそうです。間に合わないです。間に合いません。これ3人でもって一日中咲いてるんですか。一日中咲いてるんですか、ね、はあ、嫌になっちゃいますでしょ。飯の種だもんね。嫌になってるとしょうがないですもんね。嫌になってもしょうがない。背開きした土壌に溶き卵を落とした柳川だ。割り下は主人と息子しか知らない一子相伝の味。これぞ夏の需要にもってこいの味。40度を超える調理場、客が汗をかきかき食べるなら、鍋を預かる職人もそれ以上の汗をかく。土壌との熱い戦いなのであります。やっぱりちょっと暑いでしょ。いや、ここはだってお客さんが来て忙しくなれば40度ですから。40度押しますよ。そう、ご主人も当然あれですよね。 そのぐらいになり汗かきますでしょ。いや、それかきますけどね、当たり前だと思ってるから。だからこれ氷で冷やしてあるんですよ、初めて。濡れてんですか、それ。濡れてますよ。ちょっと触らせていただいていいですか。ああ、ほんとだ。あそこにね、氷があるんですよ。うん。鉢巻き専用の氷。で、こうやるでしょ。うん。で、こうやって。で、こうやって。気持ちいいんでしょうね。触ってごらんなさい。全然冷たいですよ。うわぁ。で、これをやっていいのは主人だけ、うん、主人だけ。せがれさんでもダメ。うん、せがれはもうじきだったら偉くなったらいいんじゃないですか。うん。土壌を丸のまま煮る丸鍋。丸鍋っていうのは、骨が触るぐらいの硬さに作るものなんです。ベロベロに作るんだったら、圧力鍋でやれば骨やろうが、うん、それが秘伝だ。なかなか逃げますね。卵が多いから。あ、土壌を2日かけて下ごしらえ、タレに漬け込み、味を染み込ませ、同時に骨を柔らかくします。ああ、この感じがこう下にちょっと触るという感じなんですね、骨の。あんなに丸鍋美味しいと思わなかったです。丸鍋のイメージを変えなきゃいけないな。でも結構暑いでしょ。やっぱり
ほら、うちわが必要ですわ。ああ、美味しかった。一方、今日の料理とは、清き水の流れ、涼やかな風、涼気みなぎる京都の木舟は、古くから文人墨客に愛されてきた避暑地。清冽な流れの上に床を組み、ひもう線を敷いた川床で夏料理を満喫する京都の夏。天然鮎の石焼き、京都の夏に鮎は欠かせません。涼しげな川のせせらぎが夏の味覚をさらに引き立ててくれるのです。こういうロケーションでお食事を召し上がるっていうのはいかがですか？涼を味わうっていうところでしょうかね。お料理とその雰囲気を、自然のね、涼を求めてっていうところが一番いいですよね。クーラーの中で癒されるよりも自然の中にしつらえた涼、これが京都の夏風情。夏の庶民の味として人気がある冷やし中華、今ではどこでも見かける冷やし中華ですが、その誕生は戦後間もない昭和21年のこと。神田神保町にあるこちらの店が冷やし中華発祥の地と伝えられています。たかが冷やし中華とは侮る中、元祖ともなれば趣がまるで違います。上に乗せる具はチャーシュー、きゅうりをはじめ10種類。これいつ焼いたものですか？これ昨日です。これはね、当日焼くと柔らかくてベタベタして切りづらいんですよね。ああ、もう一晩冷蔵庫かなんか寝かしとく。冷蔵庫で締めた方が切りやすいですね。冷蔵庫で締めると乾いてくれるんで。錦糸卵一つとっても心配りが行き届いています。まるで本格的な中華料理を作るように手をかける材料。あとポイントは、あんまり冷たくならないように剥いちゃうことですね。冷めちゃうと水がやる。卵入りの特注の麺、あとそばは柔らかめ、普通 の、 あのラーメンなんかで柔らかめに入れるとですね。あ、そうなんですか。芯がなくなるまで、普通のそばが3分ぐらいであるとすれば4分か5分ぐらいかかります。キリリと冷やしたその麺にのせる色とりどりの具、これも全て演出。富士山に見立てた冷やし中華、チャーシューは大沢崩れを表し、きゅうりは青木ヶ原の緑。煮つけたタケノコは裾野を模し、糸寒天は残雪を表現しています。日本人好みに仕立てた冷やし中華ですが、これを考えたのは中国人の先代の主人。タレの配合表は金庫に収められて門外不出。これがあの雲ですね。ああ、最後に錦糸卵を乗っけ、そういう感じです。綺麗なもんですね。夏は浴衣掛けでざるそばが好物だったという日本人より日本人的な周信さんが考え出した冷やし中華。どこから箸をつけていいか迷うほどの彩りです。いやー、やっぱりね、関東と関西じゃ随分夏のこの暑さを吹き飛ばす食べ方も違うね。違いますね。江戸っ子の汗を吹き吹きしてるのもいいですし、もう我慢比べみたいなもんだけどね。なんででしょうね。また一方じゃ、あのね、こう川の本当の自然の涼みをもう食べ物の味の中にこう取り込んじゃうという ね、これこそ日本の夏っていう感じが、まあいよいよね、今週末には、梅雨も明けるということで本格的な暑さがやってきますけどね、そういう時にやっぱりこの食欲ちょっと落ちてしまうけれども、この本当に暑さを吹き飛ばす料理というのをね、今日はたっぷり見ていただこうと思うんですが、まあ本当に美味しい料理のね、この技術技を見ていただきながら、量を呼びますよ、うまさをたっぷりと味わっていただきましょう。カツオ漁で名高い静岡県御前崎、ここにガワと呼ばれる漁師の料理があります。夏の盛りに黒潮に揉まれてたっぷりと油を蓄え、駿河沖に南下する戻りガツオ、船団を組んで何日もかけて沖へ繰り出す一本釣りと違い、増田さんは沿岸でトロール漁をしてその日のうちに港に帰ってきます。その名を日戻りガツオ。
そもそもあのどういう料理なんですかね。具体的に言いますと、まあ、冷たい味噌汁って言ったな。生の冷たい生の味噌汁、うん、そう、これうまそうだね。これは、結構美味しいよ、この夏の後とに。あ、そう、高い値がつくひもどりガツオだが、カツオの群れに当たる確率は低い。カツオの心当たりないけ、全然取り決まないわ。5時間経ちましたけども、どうですか、塩梅は。うまくないね。うまくない。望みなしだ。沖に出て5時間、ついに一本も取れずに帰港。しかし、せっかく御前崎まで来たのですから、ガワ料理を何としても味わわなければと魚問屋へ。こんにちは。これいつ上がったの。今上がった。今、超新鮮なやつ。超新鮮。一本釣りで上がった近海物、取れたてで餅のようにふっくらしたものを餅ガツオと呼び、根も張ります。これを使ってのガワ料理、どうせなら船の上で味わいたいと再び海へ。さて、どんな料理なのでありましょう。これ、あの昔から船で使う弁当箱。ああ、船で使う弁当箱。これ、これ弁当箱。何がチゲッチャってね、ご飯が入ってる。あ、ご飯が入ってるんだ。このカツ船で大勢乗り組んでる場合にはね、はい、あのバケツが答えて、はい、自分の好きなだけ持っていくんで。カツオを3枚におろして叩きます。あれ、バケツに入れるんですか。ああ、とりあえずバケツに入れるんだ。うん、とりあえずね。頭はどうするんですか。頭は入れない。入れないの。入れる。入れる。うん、目ん玉も入ってますよね。ここが一番あの美味しいでね、この肉が、油があってね、皮入れると白く油浮いてきて、はあ、これでないと皮にはならない。それを入れないと皮にはならんと。皮のいい出汁出ない。あのカツの身だけでは。はあ、うん。薬味は青じそ、生姜、玉ねぎ、他にきゅうりやキャベツなど好みで入れます。なんとも荒っぽい作り方ですが、町場では味わえない漁師ならではの豪快な夏料理。あれ、あ、バケツに入れちゃいましたね。そう。とりあえずバケツにじゃあ。うん、ええ、もうこれでほとんど出来上がり。はい、え、ほとんど出来上がり。ほとんど出来上がりだ。バケツ。そこに水を注ぎ入れます。バケツですよね。漁船に常に持ち込んでいる味噌を使い、釣り上げたばかりの魚を生きのいいまま、かつうまく食べるために編み出した料理。さらにぶっかき氷を投げ入れて冷やす。かき混ぜるとガラガラと音がすることから、それがなまって名付けられたガワ料理。これで出来上がり。食べてみる。これはもう食べるしかないでしょう。あ、はい、すみません、色はいまいちでございますけども。見た目は悪いが、一度口にしたらやめられないと言います。何しろ漁師たちが飽きずに毎日腹に入れるほど、カツオのうまみを全て引き出しているのです。うまい。ひやーっとするんだ、冷たくて。いや、思ったよりもね、生臭い感じしない。あ、ご飯に、要するにぶっかけご飯だ。これあの、メンタバンドじゃないですか、これね。ギラギラと照りつける太陽の下、潮風に吹かれてヒヤリとしたガワ料理を食らう。猛暑を乗り切る漁師の知恵が生んだ夏料理。御前崎の民宿では少し上品にしたガワ料理を出してくれます。ただし、新鮮なカツオが入らないと作れないため、予約が必要。鋭い歯を向いて包丁に挑みかかってくるハモ。この獰猛な面構えとは裏腹に、実に味わい豊かなハモ料理の神髄に迫ります。